サムライ塾のことです。こちらの動画でですね、私のおすすめの図書を述べてます。はい、ではいきましょう。売り込まなくても売れる、説得いらずの高確率セールス、ジャック・ワークス、ニコラス・E、ですかこれはルーベンで、神田正則さんが、監修と、役は、坂本、木久子っていうんですかね、ちょっとわかりませんけどね。はい、で堀さん出版ということです。こちらの方ですね。まあ、色がまた変色してますね。はい、ではコメントいきます。こちらの本もですね、まあ、おすすめの図書ではあるんですけど、これはセールスの本なんですね。つまりですね、自社のね、まあ、これ神田さんが言ってることですけど、この本が言ってることですけどね、自社のね、商品サービスに興味のある人をこう目の前に連れてくること、これがマーケティングですね。でその連れてきた、お客を、見込み客を制約すること、これがセールスなわけですよね。はい、で、マーケティングはですね、先ほどの、ちょっとこうやってみましょうか。マーケティングはこちらのあなたの会社が吸収して儲かるということなんですよ、ね、でこれで、見込み客を、自分の目の前に連れてくるということをやるんですね。でその上で連れてきたお客をどうやって制約するのっていうのがこちらですね。こちらですね。セールスです。ね、そして、新規顧客獲得して、で、セールスをして、制約に結びつけて、そしてリピートさせるのがこれですね。こちらの流れです。ね。はい。で、まあ、ついでですから、ちょっともう一つ、だいぶいいか。ね、流れでね、やってって、でまあ、ちょっとやっちゃいます。ね、このね、流れでね、新規顧客、セールスやって、リピートと、ね、いう流れです、ね。ちょっともう一つ加えて、新たにやりますけど、はい、こういったね、一連の、まあ、商売の階段ですよね、ステップです。敷居を下げてあげるというですね、こうお客がね、これ、登ってこれやすいような敷居をこう作ってあげるというですね、まあ、そういった仕組みを作るというのが、まあ、いわゆる戦略なわけですけど、それをね、神田さんは、こちらの本でね、体系的に述べられているということなんですね。はい。だからね、こう、セールスがなかなかうまくいかんと。ね。自分の商品には自信あるんだけどね、なかなかこう、売り込みっていうのができないよっていう方はね、多分この本はですね、もうガーンってくると思います。売り込まなくていいよってことですからね。逆なんですよ。ね、売り込むと売れないんですよね。どうすればじゃあ売り込まなくても売れるのかっていうことがね、これ会話形式なんですけどね、非常に分かりやすく書いてありますからね、僕も独立した当初には読みました、徹底的に読みました、ね。ということでね、ちょっとセールスが、ね、売り込むのがちょっと気が引けるわと思ってる方には超おすすめな本ですね。はい、ぜひ買って勉強してみてください。はい、では以上です。